かっこ悪いからしたくないっていう人がいるわけですよ、うん、あ全然違うねこれって、なんかちょっとおしゃれじゃんかな、まあ、ファッションに向けて頑張りたいなと思ってます、うん、社員の皆さんの意見をどういうふうな形で集めていらっしゃるんですか。その基本的に、ね、私ね、結構丸投げなんですよ。何でも丸投げ、もう何でも丸投げ。大きなその会社の軸として、会社の社員のみんな、まあ実は関わる人みんなが大事っていうのは考え方ですから、別に社内じゃなくてね、まあ例えば宅急便でね配達してくださる方とかも、いろんな人みんな大切にしましょうっていうようなこと でそれをまあ存分に伝えて、経営舵取りをさせてもらってるっていうふうに、まあ、努力してるつもりです。で、あといろんなあるじゃないですか、人事ごと労務ごとだとか総務だとかね。でそういうのをもうほとんど、もう何て言うんでしょう、丸投げというか、まあ、お任せって。で私は基本的にやってもらってる人に対して、やってないのにねどうのこうの言うっていうのは、でも大っ嫌いなんですね。言うぐらいだったらもう変わって自分でやりますっていうようなことなんで、もうそこはもう頼り切るというか信頼するというか、まあ、それでいい関係性がね生まれるというふうに思ってますから。じゃ直接その従業員の方の意見をヒアリングする時間とか期間というのもあるわけですか。まあ、実は年に一度大きな個人面談というのを設けてまして、はい、まあ、約250人ぐらいいるものですから、はい、1ヶ月ぐらいかかってしまうんですが、はい、まあ、時間、ね、制限設けずに、拠点3カ所4カ所ぐらいを私が出向いてですね、1人ずついろんな話を聞くようにしてます。でその時はその賃金だとかね、やれ仕事がどうとかいうことではなくて、その方々が、まあ、どんな、ね、まあ気持ちで気分でね、今お仕事していただけてるかな、会社に来てもらえてるかなっていうようなことを感じ取りたいがために、そういう時間を設けてます。例えばそういうところで、じゃあこの会社の経営のやり方を少し変えていこうみたいなことっていうのは何回か起きてくるわけですか。経営の仕方は変わることはないんですが、まあ、そもそもはその会社の幸せっていうのは私の目的なんで、ただ気づきがたくさんあります。要は修正しないとなとかね、ここはやり方考え方変えないとなとかね、例えば従業員の方の幸せっていうことで言えば、うん、何かこう幸せにつながるようなイベントとかもされたりするんですか。そうですね、今はちょっとコロナ禍でできてないんですが、うん、誕生日会を開くっていうことはやってますし、うん、まあ、ありきたりですけど忘年会、限りなく考えられるだけみんなが楽しめるような企画というか、つまりそれは普通の忘年会じゃなくてイベントとしてされてるっていうことなんですね。そうですね、はい、それはじゃあそのイベントを考えるのは社長じゃなくて従業員の方が自分たちで考えるということですか。一緒です、私も考えるし、みんなにも考える。一緒に考える、はいはい、そういう要するに従業員250人っていうと中小企業としてはちょっともう大きな、要するに町工場のレベルじゃなくなって、従業員が、ね、かなりいらっしゃるんですけれど、そういう中でやっぱりそのアットホームな、はい、雰囲気作りにもつながってるっていうことになるんでしょうか。ああそうですね、まあ、その最初からねその大きいわけじゃなくて小規模でやってて、で結果まあ人が増えてきてしまったって、ただ我々の会社のスタイルというか考え方は変わらないものですから、まあみんなで楽しくやってますよ、やれるうちは。でこれがねその0、1個上で2500とかなるとそれは難しいでしょうけど、そのやれるうちはもう変わらず同じスタンスでみんなでその幸せだとかね、まあ、楽しみを求めてやりたいなと思ってます。そうすると従業員の方の離職率っていうのが低くなっていくんじゃないですか。一般的な会社よりはちょっと低めだと思います。やっぱり人ってね、もちろん給料も大事だけれど働きやすさとかっていうことが、うん、大事になりますから、その辺にやっぱりかなり社長としては注力されてるっていうことなんですね。あそうですね、まあ、そこが一番注力してますね。で、まあ
今こういう時期ですので、会社としてはマスクが たくさん売れるということで、まあ、世界戦略も考えてらっしゃるということなんですけれど、まあ、今よく世の中では SDGs なんということで、まあ、要するに、ね、どうやって発展していくんだってこの滝続けてっていうようなことで観点で言いますと、白旗さんとしてはなんかそこに当てはまることとしてはいろいろと思い浮かぶことはありますか？そうですね、まあ、大きな話17項目 SDGs が、ね、あるというふうに認識してますが、そのうちのまあ9項目ぐらいは我々がまあそもそもやっているようなことに当てはまる部分があってですね、でそういうものを通して、まあ、今まさしく先ほど説明させていただいたこのアンドマスクなんですが、これは世界に向けて発信していきたいなと。でそれをすることによってその SDGs の項目というのもね、もっともっともみんなで盛り上がってくるんじゃないのかなというふうには思います。まあ、これが白旗さんの最新の製品で、まあ、子会社がというふうにおっしゃってましたけど、まあ、要するに自社製品として、初めて世の中に、出始めているものなんですけど、はい、じゃこれからじゃ白旗さんとして手掛けていきたいものっていうのは何かありますか？マスクが、まあ、メインですので、はい、そのマスクでまず国内もその海外も一緒なんですが、はい、国内に関してはもうマスクすごくそもそもそのする文化というか習慣がありますよね、日本人は。ただそれでもなんていうんですかね、かっこ悪いからしたくないっていう人はいるわけですよ。そういう層があると思います。でそういう人たちにこういうね、あ全然違うねこれって、なんかちょっとおしゃれじゃんかと、かけ心地もいいねなんていうようなことで発信したいですね。まあ、マスクというような部分よりはもう少しファッションに向けて頑張りたいなと思っている。で加えて、そういった視点であれば、世界的に、発信していけるんじゃないかなと。で、まあ、あと別にマスクをどん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 広めたいっていうことではなくて、風邪ひく人で花粉になる人とか、ちょっとそんな瞬間っていうのはね、世界中誰でも訪れるわけですよね。でそんな時にちょっとマスクする、でそれだけでまあ、防げれるものっていうのがあるんですよね。でもちろん健康も促進できますし予防にもなるっていうようなところを、ますます世界に向けて発信していきたいなというふうに思ってます。